はい、今日はですね、立山に来てます。立山でですね、一泊する予定なんですが、非常にリーズナブルなですね、お宿にですね、泊まる予定です。はい、駐車場がここです。大駐車場マルヘイ、駐車場からですね、お宿がですね、約どうですかね、20メーターぐらいですかね、離れてます。今日は暑いですね。この先がですね、もう漁港になりますね。立山船形漁港ですね。ここがですね、今日お泊まりさせていただくマルヘイです。こんな感じです。まあ船宿と釣り関係をですね、コラボレーションしたですね、お宿になってます。なんとレンタル釣り竿とかできます。90分コース1500円、まあまあいいとこですよね。こんな感じですね。それではですね、インターホンをですね、そして係員をですね、呼びたいと思います。ここはですね、禁煙なんですよ。ここに段差あります、はい、こちらどうぞおかけください。よいしょ、どうもお疲れ様でした。今受付をですね、させていただきます。はい、駐車場を盛り上げますか。はい、はい、1泊1台200円となってまして、はい、駐車券だけね、お渡しますね。マルヘイのですね、今日の私のですね、夕食です。一番リーズナブルなですね、コースを頼みました。なんと親子丼コースです。実はですね、前回食べた時超美味しかったんですよね。なんでこれを食べたいと思います。それとですね、実は朝食なんですけど、朝食はですね、パンです。これが朝食のパンになります。これが親子丼です。で、これが付け合わせ。なんとシンプルなんでしょうか。で、これが私が先ほど作った中華スープになります。いただきます。さっきビールをですね、500と350を飲んだんで、かなりお腹いっぱいなんですけど、いけそうですかね。いただきます。うまい。熱々ですね。この親子丼美味しいんですよ。熱々ですね、やっぱ。うまい。ご飯を好きなだけ入れてくださいって言われたんですけど、ちょっとお腹が張ってたんで、中ぐらいにしました。これ食べたら、寝ちゃいそうですね。
ちょっとおやつ我慢すればよかったな。結構おやつ食べちゃったんでお腹がいっぱいなんですよ。完食。完食しちゃいました。やばいっす、これ。食べ過ぎです。スープも完食。ごちそうさまでした。なんか前回の親子丼の方が美味しかった気がするな。はい、今映ってるのがマルヘイのオリジナル手作りプリンです。なんか表の看板にですね、美味しそうに書いてあったんでついつい買ってしまいました。380円します。なのでまあまあ美味しいんじゃないかなというふうに思います。それではですね、ちょっと食べたいと思います。ピーナッツプリンというふうに言うみたいで、ピーナッツがですね2つぐらい頭に乗ってます。それからママに言われたんですが、最初はプレーンで食べてみて、その後なんかこういうタレがついてまして、これをかけて食べてもいいというふうには言っておりました。はい、それではですね食べてみたいと思います。なんかもっちり感がすごくありますね。あ、これはうまいわ。ピーナッツ風味がすごくしてますね。これはうまいわ、うまいうまい。ピーナッツ風味がすごくしてるな。もちもち感がすごくありますね。弾力もありますね。これは何？このタレをちょっとかけてみると。タレが何？どんな味なんだろう。蜂蜜っぽいな、このタレが。あ、普通に食べたら美味しいな。これは人気がありそうですね。これピーナッツを裏ごししてるのかな。裏ごししてプリンに混ぜてるって感じですね。ピーナッツ風味がすごいですね。メープルシロップっぽいですね。完食。これお土産に持って帰りたいけど、生物ですからね、なかなか難しいですよね。はい、どうもごちそうさまでした。はい、マルヘイチェックアウトです。と言ってもまだ6時なんで、鍵をですねボックスに入れて、でもうお帰りすることができるということです。このプリン昨日食べましたけど非常に美味しかったです。一応ですね、一応温泉でした。はい、ということでマルヘイいただきます。